緑商会さんのダントツホームセンターで売ってるようなフックですね。パネルヒーター、だいたいケージの体調を崩してしまうというようなことになりかねないので、だいたいです。こんにちは、林すんちのやすです。今回はですね、最近ね、めっきり寒くなってきたので、うちで飼ってるペットのね、暖房器具を紹介しようと思います。まずはこちら、緑商会さんのダントツという商品です。こちらどうやって使うかっていうとですね、整体のケージがあると思うんですけど、そのケージの上に取り付けてあって、このダントツからあったかい空気が出てきます。なので、まあケージからどれぐらいね、高さをつけてやるかによって、その保温の効果も変わりますし、あとね、別売りでサーモスタットっていう温度管理できるね、商品とかもあるんで、そういったものと組み合わせて、その整体に合った温度に管理することができるっていう商品になります。どうやって取り付けるかっていうとですね、このダントツの上側にネジが切ってあるんですね。このネジを付属のボルトが付いてるんで、これで上側に固定してやるっていうようなやり方があります。ダントツを買えばですね、こういったネジであったりとか、ワッシャーですね、あとプラスドライバーとかが付属されているので、まあね、上に取り付けられる場所さえあれば、このダントツを買うだけで固定することができます。うちでは小型のペットたちはこちらのメタルラックでケージを入れて飼っています。ダントツもこちらのメタルラックの屋根部分に取り付けて保温させているっていう状態ですね。で、全体をビニールでかぶせてやって、さらに保温効果を高めています。ダントツなんですけれども、こちらについてますね。メタルラックの台座のところにこうやって上に固定させてます。固定の方法なんですけれども、四隅をね、付属してきたネジで止めてます。メタルラックとこのネジとの間にですね、100均で買ってきましたバーベキュー用の網をですね、こうやってかませてます。固定する材料ということで網をつけているっていう状態ですね。ただですね、これちょっと使い勝手が悪くて、網網の場所に固定して取り付けてやるっていう方法があるとは思うんですけど、ケージの上でね、そういった場所がなかったりもします。そういった時に活躍するのが、ホームセンターで売ってるようなフックですね。ダントツにこのフックをつけて、で、上から吊るしてやるっていうような方法もできます。まあ、もちろんね、ネジっていうのはネジ系があるので、そこら辺は同じものを使わないといけません。ちなみにダントツのこのネジ穴は、M3 のピッチが 0.5 になります。それと同じネジをホームセンターで買ってきました。じゃあ実際にやっていきたいと思います。じゃあフック取り付けていきたいと思います。では先ほど紹介しましたダントツの下の段ですね、こちらにももう一つダントツを取り付けていきたいと思います。で、取り付けるのは先ほど紹介しましたこのフックを取り付けたやつですね。はい、取り付けが完了しました。四隅にね、こうやってフックを取り付けてメタルラックに引っ掛けてみたんですけど、非常に楽ですね。こっちの方がいいかもしれないです。取り外しもね、このフック外せばいいだけなんで、いちいちボルト締めする必要もなくて非常に便利だと思います。ケージからおよそ10センチぐらいでしょうか、離した距離についてるような感じですね。まあ、あんまり近すぎても熱くなりすぎますし、離しすぎても保温効果が得られないんですけれども、そこは随時その生態によって調整する必要があると思います。あとですね、このダントツだけでは温度管理っていうのが非常に難しくて、見えに見える数字で管理できるグッズがあります。こちらに見えてますのがジェックスさんのサーモスタットですね。これを使うと、ここの温度を管理することができて、何度にするかによって、まあ、ダントツをスイッチオンにするとかオフにするとか、そういうのを切り替えられる、まあ、スイッチ的な存在になります。で、ダイヤルがついていて、そこに数字が記載されているので、ここの点に合わせて管理したい温度に設定してやるということができるグッズになってます。これをダントツと組み合わせると、まあね、自動で温度管理してくれるので非常に便利だと思います。
続いてはこちらです。緑商会さんのパネルヒーターっていう商品ですね。これはどんな商品かっていうとですね、まあ、ケージの下に滑り込ませたりとか、ケージに直接入れて地面に置いたりして生体のお腹を温めてやるっていうような商品になります。保温効果もまああるんですけど、どっちかというと餌を食べた後にお腹を温めてやるっていう効果の方が強いんじゃないかなと個人的には思ってます。まあ私は上からダントツであったかい空気を送ってやって、でこのパネルヒーターで消化を助けてやるっていうような買い方にしてます。でパネルヒーターなんですけど、だいたいケージの3分の1ぐらいですかね、全体をパネルヒーターで温めてしまうと温度勾配ができなくて、別のところに移動したいって言っても全体をパネルヒーターで温めてしまうと移動してもどこでも熱くて温度管理ができなくなってしまうっていうことになってしまうので、体調を崩してしまうというようなことになりかねないので、だいたいですねケージの3分の1ぐらいを、温めるというような役割で取り付けてます。じゃあ実際にこれも取り付けていきましょう。パネルヒーターはね、取り付けるといってもこうやって床に置くだけです。この上にケージを置いてやればもうそれだけで保温完了ですね。じゃあこの上にケージを置いていきたいと思います。はい、パネルヒーターの設置完了しました。すいません、ちょっと見えづらいんですけれども、この奥の方にですね、設置してあります。半々ずつを設置してやるっていうような感じで設置してます。ケージの一部分の床を温めてやって、消化を促進してやる、プラス保温させてやるっていうような置き方にしてます。で、さらに上からダントツで暖かい空気を送ってやって、上からと下からで、まあ、保温をしてやろうかなっていうような感じですね。うちで飼育してるペットたちに使ってる保温器具紹介してきました。ダントツとねパネルヒーター以外にもいろんな商品あって、いろんな取り付け方法あると思いますので、自分に合ったね保温方法っていうのを探してみてください。またね、こういった保温器具使って温度管理するんですけれども、やっぱりね温度計は必ず設置してあげた方がいいと思います。こういったねサーモスタットとかね使用して温度管理はできるんですけれども、保温の、仕方がちょっと甘かったりすると温度がね急激に下がっちゃったりして生体の体調を崩してしまうことがあるので、温度計は設置した方がいいと思います。私の部屋ではですねエアコンを1日中つけています。でこういったダントツとかパネルヒーターっていうのはまあ補助的な目的として使ってますね。あとまあ部屋全体をねそんなに30度とか35度とかそういった暑すぎるね空間にしたくなかったっていうのもあって、あくまでエアコンで、まあ、25度とかそういった常温状態まで温めてやって、さらにケージの中とかはパネルヒーターとか断熱でさらに温めてやって、その生態に合った温度にしてやるっていうような取り方をしてます。参考になれば幸いです。アイスんちではですねこういった道具の紹介も随時していこうと思っていますので、気になる方はぜひチャンネル登録よろしくお願いします。今回もご視聴ありがとうございました。また次の動画でアイスんちにお越しください。最近ね急に寒くなってきましたけれども、これからますます寒くなってくると思います。早めに暖房設備をしっかり整えて、ペットたちが冬を越せるようにしていきましょう。